日本陸連は11月24日、パリ五輪代表選考会を兼ねて行われる第107回日本選手権1万メートル、12月10日、国立競技場のエントリー選手を発表した。参加標準記録、男子27分0秒0、女子30分40秒00を突破して優勝した選手がパリ五輪代表に内定する。日本選手権1万メートルエントリー選手をチェック。 男子は11月17日に前回王者の相沢朝旭化成。ブダペスト世界選手権5000メートル代表の塩尻和也、同東京五輪代表の松枝博と共に富士通は発表済み。そこに加えて、世界選手権に大会連続出場中の田沢連、トヨタ自動車、21年東京五輪、22年オレゴン世界選手権代表の伊藤達彦、ホンダ、ガナを連ねた。 日本歴代1から3位が一堂に会するレースとなる。田沢は3月に米国の座店に出場したのを皮切りに、これが今年7本目の1万メートルレース。初の五輪代表に向けて、アジア大会では、記録にチャレンジすると意気込みを語っていた。伊藤は、今季は5000メートルを中心にスピード強化を図り、1万メートルは座店以来となる。 このほか、6月の日本選手権5000メートル3位の清水カン太、スバル、トラック、ロードで好記録を連発している大田智樹、トヨタ自動車、ラが登録。5000メートルで日本選手権優勝実績のある服部はずま、NTT 西日本、アジア大会マラソン6位の池田洋平、カオ、の走りにも注目が集まりそうだ。女子ではブダペスト世界選手権で7位入賞を果たした広中リリカ、 日本郵政グループが登録した。世界選手権入賞者として、今大会で五輪参加標準記録を突破すれば、順位にかかわらずその時点で代表に即時内定する。シーズン序盤はアキレス腱の痛みなどもあって苦しい時期があったが、ブダペストの後も9月末のアジア大会で銀メダルを獲得するなど復調。11月26日に全日本実業団対抗女子駅伝。 クイーンズ駅伝を経て望むスケジュールだが、2大会連続の五輪を決めることができるか。11月14日にカセ田リカ、ダイハツ、ラのエントリーが発表されているが、それに加えて世界選手権に大会連続出場の5通りの、資生堂、木村ゆか、積水科学、ラがエントリーした。トラックで校長のかばさはわ三井住友会場。 ワールドユニバーシティゲームズ5000メートル銅メダルの山崎理沙、日体大、ら学生4人が登録し、実業団勢に挑む。3年前の2020年も、東京五輪代表選考会として12月上旬に日本選手権が開催。この時は5000メートル、3000メートル障害も含む。男子は相沢、伊藤が共に五輪参加標準記録を突破する日本新、27分18秒75。 27分25秒73をマークし優勝した相沢が代表に内定した。女子は新谷瞳、積水化学が30分20秒44の日本心をマークして代表内定と歴史的一戦となった。その再現はなるか。レースは女子が16時3分、男子が16時43分にスタートする。レースの模様は NHKBS で生中継される予定。 観戦チケットは日本陸連サイトにて販売中だ。